こいつはこれ来たね。これ6だろ。あとは出すだけだ。設定推測は満点。上乗せと確定役ですね。あとはうーん上乗せと確定役、うまいことそこのエンジンが回りませんね。本当はね、前半のうちに確定役引いてある程度走り始めておきたかったんですが、まあ、前半戦は若干のマイナスですけど設定推測で時間を費やしたという感じですかね。走りっぱになってると設定推測あんまできないんで、まあ、順番的にはまあこっちの方がありがたい。とりあえず一旦この400のところのヘルゾーンで拾っちゃいたいな。今日まだヘルゾーンも1回も当ててないんだよね。ほいほいほいレア子役も引いてるし設定4か6だと思ってるのでさっきの中段リプレイが刺さってる可能性がまあ一番高い。おお相当とう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 ど真ん中で頼む赤の方でよーし流れが変わったぞ。来た。あぶね、まだ変わってね。これの結果次第だ。参りましょう。400、まあ400欲しい。OK、まずは一発揃えよう。よくぞ引っ張ってきた。さあ。初詣ですわ。そうじゃね。乗る。まあミニマムね。ほい。よし。大事よ。というわ
けで30ゲーム上乗せして160ゲームで、終了と。惜しい285。ヘルゾーン、久しぶりのヘルゾーン370。さあここもね、一回も今日当てられないんだよね。それはもったいないよ。当たるとき本当当たんねえからな、ヘルゾーンって。ケーツ頼む。危ねー、そろそろだよ。うわー惜しい。中段リプレイ乗っておきながらの30、中段リプレイミニマムだったら始まってからの方が良かったんじゃないかってちょっと思っちゃうね。ケルベロスが出てくる。お犬様ありがとう。お、抜けた。頑張れお犬様。よし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 。オッケー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 。いいよ。ナイスボイナイスボイ。ちょっとベル引けなすぎるやろ。せっかくよっしゃーよっしゃー、ゲラオッケー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 。あー、ここで終わるんだね。オッケーオッケー。今日最高記録はケルベロスのプラス160。ナイス。そして30ゲーム持ってるから190だね。よし、この展開でまだ120枚しか負けてないっていう、まあいわゆるそういうことだよね。多分あれだろうな、ループも取れるとありがたいんだけどな。いつも遊びに来てくれる美男美女の美女の方が今ね、あれそうってますデジャブフリーズで硬直してましたもう見せてあげたいよね、ハーデス作った開発者に。開発冥利に尽きると思う。ええっていう。おいしょさあ開発冥利に、開発冥利に尽きてくれ。謎あたりの温泉があるから何とも言えない。7でお願いします。ジャークサイ紫田中確定薬は引けてるんだから通常時間だった。頼むプレセボレー、ダッシュショイそう、惜しい。紫ならこそね、GG 中に引きたい。60ゲーム、70ゲームか。ないよりはいい。エリニュース。あとは上乗せだよね。
うわデジャブもらえねえかな。一応ダイヤ2個来た。回れ回れ。あ今回りはしない。オッケー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 。よし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 。3つ目。よし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 。うまい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 。はいはい。よし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 。オッケーオッケー。いいよいいよ。乗ってきた乗ってきた。ほうほう。30ミニマム。うわ乗せた。10ゲーム。さあ比較的上乗せ頑張ったものの180ゲームで終了。ただもう本当一瞬でマイナス1転落するぐらい。今回は全然普通のハトアタビ引いてないな。ネオゾロイ、ヘルゾロイ、紫7ゾロイだもんな。ナス食ってる間に設定変わったんじゃねえかっていうあるある。ただいずれにせよでかいハマリはまだ食らっていない。これは当たってほしい。226巨大化好き。はい遅れた。おそういうこと。順調。ここでジャッジを下る。よし中段キナナが久しぶりにしっかり刺さりましたね。と持ちこい。240ゲームだからどうだろう。400枚ぐらい使ってるか。もうちょい使ってるか。ペルセボレ。出たな今最後話す前に一瞬ハーデスの顔見えたもんね。これは自力で引っ張ってきたんだと思う。おそらく冥界にいたってことはないとは思うんですけどね。まあ中段キナナでドーン刺さってるからなくはないけど挙動から見て偶数だろうし。さあ来た。今日の多分ね勝負の分かれ目ですね。これ100ゲームで終わらせたら多分負ける。今日300以上だね。300以上あれば多分勝ち切る。2度目だよ。ほほー。さあしっかりスポット。よし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 。もう弱カットインはね、もうロックさせようとして、もうここでカットイン、次のカットインを引く。よし。頑張れ。頼む。頼む、頼む、頼む、頼む。欲しい。これ欲しい。そう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 。よし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 。コンボなしの400はナイス。あぶねー。これは勝ち切ったんじゃないかな。よし
なんとか唐久保勝利。いやー20お上手、しかも赤じゃない、素晴らしい。これは多分全6だな。今ちょっとパパモバで休憩しながらハーデスの履歴とパパモバがね、本当こうやって履歴とスランプグラフまで見れるんでね、すごい優秀ですよ。こんなんね、こうやって初当たり確率とかで設定する、まあ、ハーデスも結構見えますけど、これで設定推測である程度はできちゃう。これ悪くないっていうのが一目瞭然だもんね。572番台だから一番向こうの台かな。ほら最大ハマり313、こういう台がずらっと並んでて、まあ、確定薬はさすがにわからないですけど、まあ、少なからず全6もしくはそれに近い状態であることは簡単に予想がつく。おお、珍しいタイプのデジャブ。よしよし、上乗せも上がってきた。おいっちゃえいっちゃえいっちゃえ、あっ、ノリノリの時はこういう青の5ゲームとかも刺さったりするんだよね。そこまで甘くないか。ラストワンゲーム、甘かない。おほう、ストレイ。1ゲーム目にリプレイで刺した。よし乗ってきたね。ついてくるな。恐るべし。ナイスワンチャン。いい働き。勝ち越し確定でございます。668ゲーム。急に始まりました。本当そう。始まりはいつも突然、パチスロは。300とは、中断リプレイだったらまだね、3桁期待したけど、チャンス目の方で10、20、300っていう、初めて見る跳ね方だったな。入るね、すごい、すげえヘルロングだ。ずーっとヘルゾーン広角にいる。どい、チャンスか。
まあ、50分の1ぐらい。って言われてるからね、10回、まあ、5ゲームで終わってしまうと考えれば10回で1回ぐらい入る。大体青。これで 1,2,3,4,5,6,7 回目、1回だけ当たってる。その1回のテルブロスで560キロとってる。バカにできない。ましてやペルセポネやハーデスを連れてくる可能性だってあれば、おお継続、珍しい。7、当てちゃいたい、ここ当てちゃいたい、もったいないぞ。外のはブブー、まだいる、まだいるわ。500ゲームかずっといる。発発ね、おお来たーかー、来ました、絶好のチャンス。おそらくこれも5ゲームでしょうから、チャンスは5回。赤はテンパになるだけで熱い、熱い、ブブッ、来た、矛盾、よし、テカテの杖で気が揃ったでござる。残りは225ゲーム。さあ再びケルベロスさんの登板でございます。先ほどは特大ホームランをぶっ放してくれました。いや、いい調子。先日の70ゲーム、ナイスヒット。 OKOKOK、 デジャブ、どう、うわ、3桁じゃない、そんな、あ、違うんだ、回るのか、回らないんだ、そんなデジャブある。当たるのか、初めて見た、デジャブで、あー、こっちがいるんだ、あ、いない、デジャブで槍振ってきて30だったな今。ちょっと色めきだったけど、あれあったっけな、あらら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 、第一段階書いてあるチャンス以外だ、ダーシャ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 ーダーシャ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 ー、お得意の時間になってきたよ。あー、滑った、紫だな、ふふ、冗談ゴッドを狙いに行きました。さあ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 、来ました、来ました、来ましたよ。残り1時間を切ってるところで始まりました、始まりました。いやー、一回はとりあえず逃げたね。やっぱりニールロックは最高だったね。そうなんだよね、やっぱハーデスのね、ポテンシャル引き出すためには
1日かかるね。さあレッツゴーペルセポネ、今日唯一まだ本気を出してない雰囲気のあるペルセポネですけども、ここから本気を出すか、それとも空気を読んで今日は私はやめておくわ。今日は私やめておくわ。あなた20時からもう一本収録あるじゃない。おほほ、おお、今日勝った、生きた、久しぶりに見た。何がいるんだろう、何がいるんだろう。大体大していないんですよ、大したのいないんですけど。おお、普通、普通。今これがもしかしたらあれかね、2個並んだからっていうことかも。今のがあのあれです、ペルセポネの強化という110。久しぶりに見たね、あんななんか綺麗な感じなんだね。400ゲームに戻りましたと。ほほほ、簡単にデジャブ飛んでくる。実際後半戦はもう本当別に設定数あるところほとんど映ってないというか、枝葉も設定数ないところで作ってるんですけど、ただ設定ないとこの投資で済んでないんですよね。午前中のあれがあったからこれだけサマイが浮いてるっていう。もしも低設定域だとこんなに浅い傷でここまでレバー叩いて粘れないっていう。いや、よかったな、マジで。入場の直前まで本当あの平君の話してたのが功を奏しましたよね。あの時間マジで無駄話してて、やべえ入場で何も考えてねっつって入ってきて、フィーリングで凱旋打ちてってなって、グッドの島来て凱旋打とうかと思ったけど、ちょっと待って、俺最近凱旋打ちすぎだなと思って、年末年始にかけてって思って、じゃあもうハーデス打つかっつって焦って取ったハーデス、大当たり、ナイス平君、ナイスアシスト。まあ、大体今は本当にあれですね、さすがにもう何年も通ってGスタイルやってるからいわば朝のぼんやりと思いついた狙い台ほぼドンピシャだったな。ハーデスか凱旋、もしくは、寝台の聖夜 SP か装填、ハーデスか凱旋。まあ凱旋も入っちゃいるけど前代系ではないというか対象ではないで、多分先生 SP も入っちゃいるけど前代系ではないという代わりにそのもう片方ずつが対象だった、まあ、どっちの選択肢を取っても2の1だったっていう感じですかね。3000枚、あ、後乗せなかった。ホイト、セント、68ゲーム、3123枚と。持ちコインが多分5、600枚ぐらいかな。持ってるところから、500枚ぐらいはあったからっていうところからスタートしてるので、まあ、2500枚浮きぐらいでしょう。というわけで、実戦時間も過ぎてるので32ゲーム回して、終了とさせていただこうかと思いますが、まあ、多分6でしょうね。ん？ループがいる。ドア玉普通に当てたやつだよな。途中で紫のあとヘルゾンから2発、これ頭のループじゃねえかな。
これがもし ループだとすると冥界が当たった可能性も出てくるか。まあでもどの道6だって言うんであればループ取ってもおかしくないんで。マジか。ベルベロス、本当にカーレスは一度火がつくと手がつけられなくなるからね。60ゲーム、エリニス。もしドア玉のこのカーですが、冥界で当たって、それのループが今出てきてるのとすると、ループ切れたときにもう一回冥界に落ちるから、そこで484とか、冥界目出たら、冥界だったんだねってことだな。右上がりか。おお、ほうでけ。カーレスあれ挟んだ時テンパイオンゴッドだったら確かなるんだ。はい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 、おっぱじまるぞこれ。可能性としてはありますよね、こういう時に限って当たってますね。これなんだっけな、リーチ目、こう小次郎か、そうかそうかそうか、武蔵と小次郎の小次郎か。こういうとこで、これだってこのジャッジメントの当たり方はこれ 50% ループ持つからね。いいなっかり、いいなっかり、程よく、程よくしてほしいな。ループ持ちそうだな。1時間半前まで300枚負けとか400枚負けぐらいだったね。時計が1周半したら3000枚ぐらい浮いてる。まあ1000ゲームで3000枚ぐらい出るからそれはそうだね。あ、音の差はない。1308ゲームってことは、230ゲーム。普通に考えるとまだいますね。はい、というわけで、実践終了いたしました。30分ほどオーバーしてですね、実践をやらせていただいたんですけども、ハーデス朝一に取った台を打ち切る形になりました。今日はですね、朝、入場するときに、まあ、久しぶりにねちょっとあの G スタイルの収録だったので何も考えてなくて取りながらあの狙い台とか決めたんですけど、まあ上げたのがまあ打ちたいから、あとはまあ久しぶりだし年明け一発目だから派手だろうということで、ゴッドの凱旋かハーデスどっちか、もしくは新しくメイン機種として結構な台数入ってる聖夜と蒼天なんかを、まあでも僕その時点であの台数とかも調べてなくて、で6台ぐらいかなと思ってたんですけど、入ってみたら思いのほか台数入ってて、ここがね構想しましたね。本当入場までの間なぜかあの平君の話でずっと盛り上がってるということで、あの平君の話してる間に入場が来てしまう、あの時間もしも僕があのね台数とか調べてたりしたら俺多分蒼天か聖夜のどっちかに行ったと思うんですよ。こんなに入ってんだったらどっちかは
必ず被ってくるだろうなって思って、で結果おそらく装填の方が、まあ、半分ぐらいかな、多分かなりパパモバでスランプグラフ見たら、12台中7台かなプラス1に今の時間でなってるので、装填の方は多分当たり、そして、よもやの棚ぼたでしたね、ハーデス、おそらくですけど全部てっぺんじゃないかと思ってます。僕の台も46かなって、まあ、朝前半戦がもう間違いない6挙動で、後半戦はまあ4も見えるかなと思ったんですけど、よくよく考えてあのパパモバでね本当に初当たりのゲーム数が見れるので、あれを鳴らしてった感じだとどうだろう少なくとも何台だろう、まあ、間違いなく半分以上は6だと思うかな、10あれハーデス何台あるんでしたっけ、8台、8台か9台、8台、まあ、少なくとも6台5台6台はもう鉄板で6じゃねえかみたいな挙動があったので、まあ、それを考えると、まあ、僕のも後半戦はだいぶ引きに苦しめられましたけど、で最後に、一発でガイドさせて、投資が18,000円、そうだよね6だよ、だって苦しみましたけどって言って18,000円しか使ってねえんだもん、こんな継承継承って18,000円なので、900枚で回収が4,316枚なのでプラスの3,416枚、まあ最終的にハーデスがやる気出して、上乗せもしっかりとついてきてプラスで3,416枚なので、これで7000やって、4勝、3敗僕個人が4勝3敗の12,500枚ほど、プラスサマイを抱えてる、もうすごいですね、山賊です完全にやってることは。でエレビンさんの目あるんで、まあ、5勝3敗の240枚、正直、ね、僕は6だって言いながら負けそうになってる頃ちょっとバチ当たったなと思ってたんですよね、あの前回エレビンさんが6角出してプラス240枚っていうのを何やってんだよって小馬鹿にしてたバチが当たったったと思うんですけど、いいですか設定6に座ったらこのぐらい出さなきゃダメですよやっぱり、うん、やっぱり我々なんていうのはその高設定を積もるっていうことで夢を与えるためにやってるわけですから、6積もって240枚じゃあもうそんなオクラオクラ下げて下げて道路もう動画下げちゃってなっちゃいますからこういうのがバチ当たると思うんですよ、こういうことをやると同じ目にあーって思ったんですよ、昼過ぎぐらいにね、昼過ぎぐらいに俺もだ高設定で最悪負けると思ってまあ、反省した結果、ハーデスさんがしょうがないねということでいきなり出てきて400ゲームぶん投げてくれたと、まあ、あとはケルベロスが、ね、途中で300ゲームとかぶん投げてくれたんで、まあ、久しぶりにちょっとハーデスの挙動いいのでいい台粘りましたけど、まあ、これがやっぱあれかなと、粘って頑張って頑張って、どっかでホームラン打って勝つっていう台なので楽しく打てましたと。いやーよかった凱旋とハーデス、普通に考えたら凱旋取るんですけど、凱旋じゃなくてハーデス選んだ理由が、あの12月から1月頭にかけてちょっと凱旋打ちすぎてるなっていうだけですからねちょっといっぱい出ちゃうな凱旋の動画と思って行ったハーデスに取って行ったらハーデス動画あったりだとか、まあ凱旋も当たってる、まあ今日動のいい台はありましたけど、おそらくねカメラ置きやすいからって言ったら、あの逆側と背中側撮ったでしょうから、多分あれはちょっと苦しんでたんで、まあ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 ついてる時期なんてのはこんなもんですね、まあ、その辺は運ですけど、まあなかなかやってきただけあって、一応朝上げた4機種のうちの、2機種が、結果的に当たりじゃないかなという感じで、まあ本当店長の性格出てるというか、まあ、新年一発目だから強くやろうっていうので、あのスペック高いのを全部当たりにしたんだろうなと。で寝台も多く入れたから、下手したらまあ聖夜とかの方も、聖夜はね6は分かりやすいですけど、4、5はもうほんと展開次第みたいなんで、な多少強めに入ってる可能性はあるかなと。他にはあと寝台らへんがぼちぼちと、あの2台あるセンコレ太平のなんたらってやつ、あれがまあ両方とも勝ってるかなと。他はちょっと分かんないかな。まあ十分店内にその散らばってる高設定を見ても十分な数入ってたと思う、まあ相変わらずお見事でしたという形で、残すところですね、7000やったのであと5000か、うーん5000
あと5戦を、2勝すればいいのか。そうですよね、4勝してるから、そうすれば勝率5割。もうだから本当簡単な話で言うと、2回勝って、7500枚負けなきゃいいっていうまあそれでまずとりあえずプラス5000枚はクリアだし、あの何回負けようと、例えば7戦やってあと5戦、全敗だとしても、あの1回につき1万ずつ負ければなんとかなるっていう計算ですかね。まあせっかくなんで、山賊は山賊らしく、2万枚狙おうと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。